皆さんこんにちは。こんにちは。アファンクさんのシールド PR 担当のバイヤーことタテでございます。新しいアファンクの売り台です。うっす。今日はね、はい、女子力関係してそうなものなので、はい、ほら背面に鏡がついたというケース。まあやっぱりほらお化粧直しとかね、なんかそういう時とかに役立つのかなと思って、ちょっとあの女子力の高い V さんに来て、女子力力で読みでいいですか。グリフィンさんっていうね、はい、あの海外ではすごい有名なメーカーが作ったやつで、ちょっとね実はこれひどい話があって、先のレビューでねハンマーで叩いたやつがいて、マジダメージを受けてるの。マジ結構タフだってことらしいです。あ、なるほどね。どうこのキラーンって本当にもう鏡だよね、これはね。本当に鏡だ。じゃあ、はい、iPhone にまずはめてみて、うん、あの使い勝手とか見てみましょうか。ケースとしてはね、全然普通で、しかも軽い、ね、思ったより、そうだね、思ったより軽いです。マジ鏡だな。水銀とかが入ってる鏡じゃないから軽いんだろうね、はい、めっちゃ軽いです。しかもなんかちょっと歪んでるったりするのかなと思うけど、全く問題ないから綺麗だね。普通の鏡です。側面がね、クリアになってるのがおしゃれかなと、うん、あ、本当にクリアになってる、ね、この側面だけ、なんかおしゃれ。ボタンとかは、あの専用の、なんか専用というかボコって出てるので、はい、全然押しやすいです。7ボタンとかは開いてて、カチカチってできるんです、ね。そうだね、爪で言ったやつだね、うん。で、下は、あ、下も見てください。スピーカーのところを1個ずつ、ちゃんと穴開いてる。結構、これは、あの、レベル高いね。レベル高い。きっちり抜いてきてるっていう。で、イヤホンのところもしっかり開いてて、L 字とかの、あの、プラグだったら、なりそうかなっていう感じの幅ですね。今って自撮りとかそうだよいるじゃないですか。背面 の、 あの解像度が高いカメラの自撮り、うん、あとこれフラッシュとかもついてるし。そうですよね。じゃあこれ今フラッシュオンにして、はい、HDR オンにしてちょっと自撮りしようぜ、はい、こんな感じで、うん、映ってんのかな。まあいいや、僕だけ映ればいいや。なんでやん、入れろよ、落ちたんだから。ビデオだそんな撮ってます。ビデオ撮ってた。ビデオ撮っちゃった。完全に動画撮りましたね。恥ずかしい。恥ずかしいやつです。いいですよ。あ、バッチリ成功した。成功したというわけで、はい、散々人見て笑ってたあなたもやるんですよ。私もやるんだ。そうもちろん私もやるんだ。これここで押せば絶対簡単でしょ。うん、あ、いい。お、本当だ。ほら、いい感じ、いい感じ。すごいちゃんと撮れてる。超楽しい、これ楽しいな。楽しくなってきたぞ、これは。楽しいですね、確かにね。せっかくだから2人で一緒に撮ろうか。これは HDR オンにして、あのほらセルフタイマーがあるから3秒で、これ、あ、そしたらきっといいよ。うん、おお、超いい。え、すごいいい。これ角度とかすごいいい感じですよ。やっぱ背面ちゃんと撮れる。うん、ミラーがあると合わせやすいから、うん、確かに。あの、綺麗だしね。ね、ちょっと化粧直しとかにはもちろんいいけど、うん、これあれだね、背面セルフィーケースだね。そうですね。今使ってても気づいた、うん、皆さん、あれですよ、女子力だけじゃなくて、うん、よく、うん、ね、あのセルフィー、背面 の、 あの画質が高い方のカメラ撮りたいっていう方もね、はい、おすすめです。おすすめ、はい、というわけで、今回ご紹介したのは、はい、グリフィンさんのですね、アイデンティティウルトラスリムケースっていうものですね、の背面がミラーになっているタイプです。今アップワークさんで予約受付中でございますので、ぜひご購入ください。お願いします。みんなでセルフィー、レッツセルフィー。恥ずかしい。本当に、うん、そうですか。ダイエットはどうなったんですか。あ、ダイエットね、一昨日ぐらいに思いっきりカレーを食べてしまいました。あ、ライスつけて。あー、なんと悪の道に進まれてしまったか。思いっきりカレーを食べちゃった。美味しいよね、カレーね。カレーもう僕の前でカレーってやめてもらっていいかな。カレーすげー美味しい。カレーすごい。どこでもうね、カレーを食べたって罪悪感しかなくて、どこで食べたかほぼ覚えてないっていう。なるほど、もう記憶に蓋をしちゃったんだね。そうそうそう、ギルティーだね。ギルティーですね、これは完全にギルティー。どう、その、前話した時は3キロ、はい、8キロ目標で3キロやったって言ってたじゃないですか、はいはい、その増減はどう。それはね、変わってない。3キロか、しない。来てるんだね、そのフェーズに入ってきたんだ。そうそうそう、カレー食べちゃったし。大丈夫、これからでしょ。僕はね、88.8 でスタートして、うん、6月1日、はい、で今撮ってるのが6月の末なんですけど、はい、今が84.7 だから、だから、まあ、それとも同じで 3.3 ぐらいとか、うん、なんかそんなに大したことはないですね、うんうん、で今ちょっとググッとやってて、
結構タンパク質とかで その質量的には食べてるそこなんで、はい、あのジリジリと入ってきてる感じがあって、今日のランチとかね、あれだよ、そのサラダチキンの地元スーパーで売ってる柚子胡椒味ってやつと、はい、ゆで卵3つ、もうかなりタンパク質だけ、すげえ、野菜も食べた方がいいんだけどね本当はね、まあ、超高タンパク、卵3ついきましたね、なんかもうでさ、前までコンビニでゆで卵買ってたんだけど、うん、もう元々なくしちゃって自分で茹でるようになって最近ちょっとなんか自分で言うと嫌な感じだけど、すっげえ茹で卵茹でるのうまいんだ僕、超うまい、うまいとかなくないですか、だってお湯につけて終わり、自分で茹でたゆで卵がまずポイントが2つあって、むきやすい、あーなるほど、トゥルンって向けるあのねトゥルンって向ける卵を作るコツは本当に微細なね、はいはいはい、小さいひびをね後ろのところに開けておくんですよ、でそこから茹でて、あとね洗った時に一気に冷やすの、それやるとねトゥルンって向けて、なおかつあとは茹で加減がね、うん、自分の自由自在だから、家に置いといてすぐ食べちゃおうっていう時はもうすっごい半熟にするし、ちょっとお弁当で持ってこうっていう時は黄身もね固めにしといて、はいはい、日持ちするとか、はい、もうね自由自在だよね、ゆで卵操れるようになった、そうゆで卵マスターですよ、すごい、ね、卵ね、なんかね今度おごりますよ、あ卵、卵、あ買う、買う方向でね、はい、引き続き頑張りましょう、よっしゃ、あの例のねほら、はい、始まってあの曲まで言っちゃいけないのか、あれはダメですね、わかりました、皆さんね、そうね、僕らがなぜ痩せようとしてるかみたいなところ、実は、はい、夏休み入ったぐらいかな、分かると思うのでご期待ください、何とはまだ言えません、ではまた次の動画でお会いしましょう、バイバイ。